おはようございます。おはようございます。ゼンダミゼンダ。いやこれハーフウェイ中にとある壁なんだけど、はい、これ懐かしいんだよこれ。何なんですか。よく見てこれ、宗広。あ、宗広さんの名前が。でよく見たら、はい、これ日本のサウンドの名前がいっぱい書いてるの。本当だ。キングベースとか、例えばブレイジングマスターとかミッドナイトとか、サウンドの名だと思うんですけど、はい、昔ここにこの顔わかる、この似顔絵になってるやつ、何なんですか。こいつがいてここに立ってたの、はあ、名前覚え出せないんだけど、はい、この顔のサングラスかけた超でかいやつがいつも描いてて、はい、まずおいこの壁見ろよって言ってくんの、はい、そしたらいきなり宗広とか描いてんじゃん。そうですよ。でなんか知り合いのサウンドの名前とかも描いてたりすんの、はい、でお前でペン渡されんのいきなり、はい、でお前も描けよ、お前も描いたらここでビッグマンになれるぞ。おここの壁にはビッグマンしか名前書いてないからという、めちゃくちゃなこと言われるんですよ。でもあまりパターンの喋れない私たちは勢いに任せて書いてしまうわけですね。そうですよね。でも私も名前書きましたここに。ただもう消えてます。火で消えてる。あ、パンチョって悪いっすよ。ボーボクラーもっと相方あった。ほらほらほら、ね、パンチョあるんじゃんってことは俺もここらにあったんだけど、はい、で、この後この壁に名前書いたらお金取られますひどいやっていうその壁がまだ残ってる。ほんと日本人はここに名前を書いてくれ、うん、なんとかなんとかならみんな有名人最悪、だってすこの壁に名前を書いた人はコメントください。今日もお願いします。お願いします。ちょっとこれすごいの見つかってる。誰誰誰、これちっちゃく、うん、帰りたくない、また来る絶対、2009年1月。そういう普通の人もいる。そうちょうど2009年ぐらいなんですよ。そうですよね。ここにみんなのジャマイカへの思いが詰まってる。宗広さん、このサインがもしご本人でしたらご連絡お願いします。もし知ってなったら、うん、違うね、もしかしたら本人じゃないかもしれないから、ね、ありえるですね。俺の名前は消えたか。パンチは残ってるぞ。You still there?十一郎さん、from 千葉もありますよまだ。十一郎さんこれ。十一郎さん。あかねって書いてあるんですよ。あかね？これはあのあかねちゃんなのかな？わからないですけど。うん。いろいろ話されていそう。